北米大陸某所、日々悪化する戦況を打破すべく、アルマを中心としたジオン公国軍キシリア直属の一区部隊ノイジーフェアリー隊は、白い悪魔を有する地球連邦軍との一年戦争を突き進む。非常な戦争の理不尽さと仲間との確かな絆をその身に受け止めながら、宇宙世紀0079、彼女たちは戦火に舞う。チス、誰も知らない凡人、イカレタコスケです。とうとうモビルスーツガンダムバトルオペレーションコードフェアリーの詳細が出ましたんで、まあサクッとね、バトオペ知らない人向けのお話もしつつ、じゃあ説明していこうと思います。とりあえず、じゃあコードフェアリーってどんなもんだったのかっていう話をするとですね、ガンダムバトルオペレーション2と連動し、当作品のモデルとアクションを流用し、美少女キャラクターを起用したシングルプレイ用の新作タイトルですね。なんでね、まあ、バトオペの名を冠していて、見た目もバトオペなんだけども、全く新しい作品ということになっています。で、ところでじゃあ、ガンダムバトルオペレーションってどんなのかっていう話をしていきますけども、PS3 で初代のサービスが廃止されて、基本無料でハイビジュアルな MS を使った対人戦が可能ってことで人気を誇った作品になります。当初はね、多分そこまで力を入れてなかったんだと思いますけども、パッケージ版での発売も検討されていた噂があって、その画像を見る限り、最初はね、選べる MS がかなり少なかったように見えます。まあまあ、それは配信されたバトベも最初少なかったけどね。で、その画像を見る限りだと、もしかすると、バーサスシリーズと同じように、モビルスーツを発売して買う形式にするつもりだったのかもしれません。で、結果どうなったかっていうと、配信された初代バトオペでは、時間で出撃が可能になる、まあ、つまりはね、ソシャゲにあるスタミナ製ですね。こちらを導入していました。そして、MS の入手は、モビルスーツの入手は、戦闘が終わるたびに設計図がランダムで手に入り、それを集めることで新しいモビルスーツを完成させることができたと。で、出撃回数は、出撃エネルギーという名前で3回までストック可能。基本無料で、MS もモビルスーツもプレイで手に入る、非常に良心的なスタイルでしたが、スタミナ回復までの時間が2時間と非常に長く、設計図の必要数も少なくないので、まあ、やり込むためには課金で出撃エネルギーを回復させる必要があったわけですね。で、このシステムでなんと2ヶ月で8億円の売り上げがあったそうなんで、まあめっちゃ売れたろうね。最初の思惑とは違ったろうな。 CM とかもそんなに見なかったからね。で、バトオペ2は通常のガチャになってますんで、まあ、さらに伸びている気がしますね。さて、バトオペ2になってからは、モビルスーツも普通にガチャで出るようになった代わりに、出撃回数が無制限となりました。まあ、初代ではね、さっきも言った通り、まあ、無料なんだけども、出撃回数は無課金だった場合、まあ、2時間に1回だからね。まあ、課金しなかった場合はね。で、毎週モビルスーツを追加するっていう形の、結構とんでもない流れのまま、もう3年ですか、経ちましたけども、まあ、バトオペ2の知名度がどれくらいあるかはわかりませんけども、最近はね、VTuber さんもプレイしてるのを見かけるようになったので、まあ、ガンダムを知らない人でも見たことはあるかもしれません。で、前作同様に、機動戦士ガンダムのモビルスーツ同士で戦う対人戦モビルスーツアクションで、で毎週、モビルスーツがね、追加されるんですけども、モビルスーツは基本的にガチャで入手します。毎週新機体を追うととんでもない金額になりますけども、一応任務などをこなせばガチャに必要なトークンももらえるので、毎日やっていて運が良ければそこそこのモビルスーツが手に入っていく仕様ですね。でもさすがに毎週モビルスーツを追加してるだけあって、まあ、すでにね、もうニューガンダムサザビーあたりは追加されており、そしてもうついこの間バイアランカスタムも出たので、まあ、このまま行くともうなんかユニコーンガンダムが出るんじゃねみたいなね、話をね、よくしています。で、そんな中、急に発表されたのが、機動戦士ガンダムバトルオペレーション、コードフェアリーと、バトオペ3か?とか、
そんな予想がたくさん出ましたけども、まあ、とりあえずね、先ほどね、詳細が発表された内容を簡単に説明すると、バトーペ2のモビルスーツのモデリング、そしてアクションを流用して、キシリア配下の美少女部隊のノイジーフェアリー隊となって一年戦争を駆け抜ける。なので、まあ、バトーペ2にもあったんですけども、AI と一緒に出撃して大型モビルスーツと戦うモードがあるんですね。バトーペ2にはね。それの有料大型拡張版ですね。でまあこの辺、このコードフェアリーが4年ぐらい前から企画されてたって言ってたんで、まあ、バトーペ2の中でテストしてたんでしょうね。でまあ過去作ですとね、まあ、しばらく続編が出ていないガンダム戦記シリーズとか、その辺の続編と考えるといいかもしれません。なので対人戦&ガチャってことでね、バトーペ2がね、ガンダムには興味があったけども手が出なかった人もいるかと思いますけども、今作はバトーペの名を冠し連動もしていますけども、単体で遊べるシングルモビルスーツアクションになってますんで、ソロゲーを待ってた人には朗報ですね。で発売方法がちょっと変わってまして、2,000円×3 の、まあ、2000円を3本の単品購入と6000円のセット購入で、これ要注意、聞いておいてほしい。さらに特典のつくデラックスエディションとなっています。で発売日がもうね間近なんですけども、2021年11月5日配信ということで、でボリューム1から3を2週間おきくらいに分けて配信になるみたいですね。単品で買う人はこの2週間おきに1本ずつ買う形になるのかな、先に買えるのかな、わかりませんけども、内容としてはまあおそらくストーリープラス任務っていうのがまあ分かれてるんでしょうね、アニメみたいにね、第1期第2期第3期みたいな形でね。でバトーペ2をやっている人、これからやる人、これからやる予定の人はデラックスエディション一択です。なぜかというと特典がめちゃくちゃ多いです。ちょっとここはじゃあサイトの方を見ながらやっていきましょうか。まあそんなにね長く見ることはないんですけども、こんな感じですね。セット購入と、スタンダードエディション6000円、デラックスエディション7700円、で、単品購入だとボリューム1、2、3という形になってますが、デラックスエディションを買っていきましょう。というのもですね、これですね。まあ、収録ストーリーとかはまあいいでしょう。で、まあ、特典なんかもね、これ、セット購入じゃないと手に入らないものありますから、この辺もチェックなんですけども、まあ、一番でかいのここかな。まず、機体、ザニー地上使用レベル1。まあ、新機体ですね。新機体、バトーペ2で使える新機体。で、それから、機体や兵装、ウェアアクセサリーなどのアイテムと交換できる10万DP。これもプレイ回数あんまりできない人にとっては、足りない人もいるんじゃないですかね。これ、途中参加の人なんか必要かもしれないですね。最初からやってる、タコスケなんかは、もうあまり余ってますけども。で、新機体、陸戦、高機動型ザク AS と。なんだろうね、AS はね。アルマさんかな。アルマなんとかさん。専用機ってことですかね。で、これが、デラックスエディション専用という形になります。で、アバター用の T シャツ。まあ、この辺はいいでしょう。全6種。で、アバター用の衣装。N フェアリー隊。N フェア、ノイジーフェアリー隊の衣装とかですね。で、マークがもらえます。で、オペレーター。VR オペレーター、アルマ。この子ですね、この子。この子のオペレーターがデラックスエディション専用。まあ、ずっとこの辺そうだけど。で、これね、一番大きいの。様々な物資を獲得できる抽選配給に使用できる31トークン。これも入っています。もうこの31トークンで、もうスタンダードエディションよりお得なんですよね。まあ、もちろんね、トークン一切いりませんっていう人にとっては入らないけども、まあ10連分入ってますんで、約3000円お安くなる形になりますんで、まあ、これだけでも4700円。相当って形になります。もうだいぶ安いよね。なのでここはデラックスエディション一択かなと悩んで、単品買いするよりはバトーペ2やってるんだったらデラックスエディション一択かなといったとこです。そして気になるバトーペ2との連動部分に関してですけども、コードフェアリーで特定条件をクリアするとバトーペ2で使用可能な機体や特典を入手って書いてあるんですね。これただデラックスエディションに入っているものが
コードフェアリーを進めることでバトーペ2で使えるようになるのか、それともコードフェアリーでボリューム 1,2,3 だけで止まるとは限らないからね。もしかしたらボリューム 4,5 出て、その度に新しいモビルスーツとか出る可能性もありますし、このガンプラのところに書いてある3機体、これは先ほどの特典に入ってないんで、おそらくこのあたりが使えるようになるんだと思います。確かそんなことを言っていましたね。で、 MS 以外はアバター衣装とか、それからまあこれサイコフレームだっけ、サザビーと一緒にやってきた強力なカスタムパーツなんかも手に入る可能性がありますんで、ここは一つ大きいですね。で、そしてバトペ2で特定条件をクリアしてもコードフェアリーで新しいミッションが解放されると、一度で二度おいしい連動になっております。これ個人的な想像ですけども、ガチャでバトーペ2のガチャでモビルスーツをゲットすると、そのモビルスーツのサイドストーリーがコードフェアリーでプレイ可能になる感じかもなと。こうすることによって、ポットでのオリジナル機体にストーリーがついてガチャの付加価値が上がります。個人的にはね、イーグル、MS イーグル好きなんで、そういうのはちょっと嬉しいかもしれませんけども、そうなってくると結構ね、じゃあガチャ回そうかなっていう形になるかなってね、思いますね。で、ここまで話して思ったんだけど、バトペシリーズってオリジナル性の高いシステムめっちゃ採用しますよね。初代は、ジオンと連邦がもう軍ごとにアカウントで分かれてて、相手の軍のモビルスーツは使えなかったんですね。だからもう連邦を選んだらもう連邦だけ、ジオンを選んだらジオンだけで、手に入るモビルスーツもそうという形になってました。で、2ではね、挙動やモデルをそのまま流用した新作が出るってことで、新しいことに挑戦しまくっていますね。というわけでね、無限の可能性を秘めている気がするコードフェアリー、発売が近いということで、凡人としてはとりあえず買いかなと思っております。てなわけで、新情報ですね、まとめてみました。それでは、誰も知らない凡人、イカレタコスケでした。 TU 回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、